どうもマリオです。本日はですね、重力奏法で弾く、ショパン船歌をやっていこうかなと思います。まあ、長い曲なので、まあ、2回とかに分けて全部できるといいのかなというふうには思ってますけれども、まあ、ちらっと前の動画でも言ったんですが、私いつもその模範演奏から先に撮るんですけど、この後、まあ、バラード4番の解説も撮ろうと思ってるんですが、まあ、練習配信で2回通してるのと、まあ、バラード4番に関しては4回も通してる動画が上がってるので、練習配信を含めて、まあ、ライブと、普通に録音したのと、まあ、練習配信2回、船歌に関しては練習配信2回で通しているので、まあちょっといいかなと、まあ、後々模範演奏も撮るとは思うんだったけれども、まずその解説動画から撮っていこうかなというふうに今回は思いますね。で、まあ、ちょっと長い曲なのでもうどんどん行こうかなとは思いますけど、まあ、後期の曲なんですよね。もう晩年の曲で、この曲は私はそんなに、なんていうの、昔は好きじゃなかったんですけど、今はまあまあ、そこそこ良さもあるんじゃないかなと思って弾いてはいるんですね。っていうのは、例えばショパンのバラードとか、まあ、スケルツォみたいなものの方が、まあ、大きめの曲としては、有名っていうか、その人気が高いと思うんですけど、この船歌は例えばコンクールとかで弾こうってなったりとかする時もそうだし、その実際に、まあ、演奏会のプログラムに入れるって時もそうなんですけど、そのメリットとして、そのどうしてもバラードとかスケルツォっていうのはフィジカルの面を求められるんですよね。もちろん中身もそこそこ分厚い曲ではあると思うんですよ。中身もあるんだけど、やっぱり華やかにこう早く超絶技巧的に弾くとか、ね、バラードのコーダだったらやっぱ難しいわけですから、そのどうしても華麗に弾くっていうか、スピードをそこそこ求められるわけじゃないですか。そういう意味ではこの船歌って超絶技巧的な部分っていうのはほとんどないんですよね。あんまりないので、もちろん弾くこと自体はそんなに簡単ではないんですけど、ただそれでもそのフィジカル的にちょっと厳しいというか、そのバラード1番とかバラード4番とかああいうのやった時にちょっとその、ね、体格のいいとかいう人とか、その早く指が動く人に見劣りするなって人にとっては、そのバラード枠、スケルツォ枠をこれに差し替えるっていうことが、まあ、結構できるかなと。要するに中身求められてる曲なので、どちらかというとノクターンに近いんですよね、船歌って。ノクターンのでかいやつだと思えばいいと思うんですけど、その雰囲気としてはね。だからそのバラードとかで使う枠をこれに差し替えると。で、これは別にそんなにスピードを求められてる曲ではないし、技巧を求められてる曲じゃなくて、中身を求められてる曲なので、まあ、中身で勝負したいよねっていう人にとってはこれは結構いい曲なんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、じゃあちょっとずつ進めていこうかと思うんですけど、そうね、まあ最初からいこうか。で、その最初なんですけど、ここはね、まあ一応フォルテぐらいでいいと思うんですけど、そのガンってぶつかるような音はなるべく避けた方がいいですね。私生徒さんにも言ってるんだけど、オクターブはね、この手のひらで着地するぐらいのイメージで、で指が着地するみたいな感じ。だからこの指のひらぐらいで叩いていいですね。で、深い音、そうで下の音は鳴ら
ていうか指でこう押さえて弾いちゃうと滑らかに聞こえないんですよね。どちらかというと撫でるようなイメージで、だんだんソフト踏んでもいいと思うんだけど、撫でるようなイメージでペダルを外すと、ペダルを外すとノンレガートでこんなもんでいいです。タッチだから全部指を押し込んじゃうと、あのカチンとした音になっちゃうから繋がらないんですよ。で水面がこう揺らめくみたいに、あの弾いてあげるといいんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっと揺れるっていうか、まあ、ちょっと揺れるが難しいとは思うんだけど、その水面がこう波打つみたいに、音がずっとこう低音で鳴ってるよなっていう感じで、そのもちろん分散和音ではあるんだけど、この続音をずっと補足してるので、その続音を聞きながら上を弾くって感じだから、下のバスプラス上三声っていう感じね、どっちかっていうと。休符なんだけど音としてはこれがずっと続いてるってなって、その雰囲気のままこれここに入っていくっていう感じね。でここはペダルはあのこの通りでいいです。ちょっと変則的だけど、まあ、ここでちょっと薄く外す、濁らないようにして、ここで踏む、そのまま踏んだままで、また薄くする、で濁らないぐらいまで薄くしてまた踏むみたいな感じで、で指でないんだけど、やっぱりノンレガートの方がいいです。あのソフト踏んで少し、指で弾くみたいな感じ。だからペダルを外すと、っていう風に弾いてます。で、あんまりここをルバードするの好きじゃない人もいると思うんだけど、気持ち揺れてほしい。やっぱりあのね、揺れすぎるとおかしい、確かに揺れすぎるとおかしいんだけど、ちょっと揺れないとおかしい。それもなんか機械的にインテンポでいっちゃうのもおかしいし、全く揺れないのもおかしいから、あの全くその揺れすぎちゃうのもおかしい。だからちょっと気持ち揺れるぐらい、水面が揺れるみたいな感じ。気持ち、なんだっけ、別れの曲でもちょっと揺れてって、ちょっと揺れてほしいっていう風に言ったんだけど、でしかも毎回ね同じだとつまんないから、ちょっと違うのよ、毎回タイミング違くていいから。
ってきてほしい。あ、でちょっとね、冒頭言い忘れたんだけど、この曲の最大のネックはシャープ調なのかフラット調なのかってことなんですよ。いや、 もちろん書かれてるのは A ヘ長調だからシャープ調なんだけど、多くの人はこれフラットに聞こえるっていう人もいるんだよ。うん、フラットに聞こえちゃう。だからアンプが非常に難しいというネックがまああるんだよね。その要するに音でドレミで認識してるタイプの人、ドレミで認識してるタイプの人は、いや、シラシみたいな、ファソファみたいな感じになっちゃうんだよね。だから全部フラットに聞こえちゃうとか、全部シャープに聞こえちゃうみたいな人っていうのはやっぱり一定数いるわけじゃない。で、たまたまシャープに聞こえる人はこれシャープでハマってるからいいんだけど、フラットに聞こえちゃう人はちょっと気持ち悪いよねって話になって、そのアンプするのに結構苦戦するみたいな人がいると思うんだけど、確かにこれね、ドレミで覚えるタイプの人には厳しいと思いますね。そので、私も実は全部シャープには聞こえてないし、全部フラットにも聞こえてないんですよ。その混じって聞こえてる。でも別にそれで支障ないから、管楽器とか弦楽器だとそのイメージ音って言ってもちょっと支障がある場合があるんだけど、そのピアノの場合は同じ音を叩ければいいので、別にそれがフラットで聞こえてようがシャープで聞こえてようが関係ないんですよね。だからそれでもアンプできちゃうので、それでもアンプしちゃえばいいんですよ。だから音の指の感覚とか、その音楽自体で覚えるとか和音で覚えるとかっていう風にすればいいんじゃないかなと思いますね。ドレミで入れるのはちょっと危険ですね。そのなんて言うんだろう、うん、要するにここまでシャープがついちゃうと、本来例えば後ろ出てくるけど、Sモールなんだけどディスモールで書かれちゃうみたいな、その本来フラットで書くべきところがシャープで全部書かれちゃうみたいなことも起こりうるので、でもショパンって結構そういうことするじゃないですか。他のこの曲だけじゃないと思うんだよ、例外はね。だからその結構そのシャープで書けばいいのにフラットであえて書いてる、フラットで書けばいいのにあえてシャープで書いてるみたいなことが起こっちゃう作曲家なので、そもそもあんまりシャープだとかフラットだとか気にしない方がいいと思うんですよね。気にしないって難しいのかもしれないけど、その幸いピアノはイメドのそのフィスとゲスは同じなので、同じ音叩ければ OK って割り切ってほしいですね。あんまりね、気にしない方がいいと思う。だからドレミでアンプするっていうやり方はやめた方がいいと思うんだよね。うん、私ね、絶対音だからさ、この音はさ、Cのフラットに聞こえるんだよね。で、この音はファのシャープに聞こえるのよ。だから、ソシとは聞こえなくて、ファシって聞こえるんだよ、やっぱり。うん。だから、それでいいと思う、別に。それでも。それでも支障ないから。音楽として分かってればいい。うん。そう聞こえちゃうもんはしょうがないから、うん、もうそれ直すことできないので割り切っていきましょう。で、続きなんですけど、まあ、ここノンレガートで、まあ、ソフト踏んでいいので、小さくこうバーンって広がるとじゃなくて、トントントンってこうなんかね、本当になんていうのかな、こうすごく小さいところになんか積み上げていくみたいな感じのイメージなんだよな。これがだから同時にわかる、一個の音としてポンってそこにいてほしいんだよね。なんかポッっていうなんか小さい明かりとかそういうものでいいと思うんだけど、そういうのを想像して
最高点、フレーズの最高点に当たる部分とかっていうのは少し強調するまではいかないけど、そのちょっとなんていうのかな、重みがあった方がいいですね。その後ろの拍に引き継ぐ形になる。ここね。だから左手もちょっと煽った方がいいね。最初の方はちょっと隠し気味なんだけど、その。
そこに向かっていくので、クレッシェンドかか、まあ、書いてはあるんだけど、ほぼクレッシェンドしないでいって、徐々に大きくなっていって、ここだから結構長いクレッシェンドなのよ。息の長いクレッシェンドだから、わーっと最初に大きくしちゃうと、なんていうのかな、結構すぐ限界が来ちゃうから、ちょっと我慢して、クレッシェンドって書いてあるんだけど、ソフト踏んで、オブリガンド
ってわけじゃないんだけど、ちょっとその対戦率みたいな感じなんだ。下なのよね、メロディーどっちかっていうと。うん、っていうバランスで弾いてあげた方がいい。それでも右手は目立つから、何、左手を出そうと思ったら右手はちゃんと目立つから、いい。で、ここなんだけど、これもさっきの、なんだっけ、これと一緒で、体重移動するんだけど、手首寝かせた方がいいと思う。手の大きい人は立っちゃうかもしれないけど、手の小さい人は寝かせた方が弾きやすい。で、体重移動、こう細かく体重移動してってね。で、移動させるのはどちらかというと外側に重みが来るように移動して、thank you.
左がねポイントなんだよな、ここ。まあ右もまあ難しいって難しいんだけど、その例えば30小節目とか、その前もそうなんだけど、わかるかな、ちょっとゆったりしてあげた方がいいね。遅くなっていいというわけではないけど、遅くなってもおかしくはないところなんですよ。だからそのもたってるのではなくて、ちょっと間を空けてゆとりをと持ってるって思ってほしいんだよね。違うかなって思うので、かけてるかかけてないか分かんないぐらい、
目の方で話すとは思うんだけど、この曲の総括として、このシーンっていうのは、まあ、船に乗りました。でその街並みをこう船に乗りながらその目的地まで行くわけなんだけど、ここからはね、今までは船が進んでいく中でその街並みがこうあって、まあ、いろんな人の営みもこう見えるわけだよね。あんな人もいる、こんな人もいる、あそこではあんなことやってる、こっちではこんなことやってるみたいな、その眺めてるわけじゃない。で、いつからかわからないんだけど、その心の迷宮に入っていくんだよね、その主人公の。わかる？だから現実世界だったのがだんだん船が進むにつれて、そのこの世のものじゃないものが映ってくるわけだよね。で、それが何なのかっていうと、自分の思い出だったりとか、この後のシーンのことなんだけど、自分の思い出だったりとか、あの時こうだったなとか、その自分の後悔だとか、そういう悔やまれる部分とかっていうのが出てくるんだよね。で、その入り口がこれなのよ。だから水面を見た時に自分の顔が映るじゃん。ちょっと死神の顔が見えるとか、死神の影が見えるとか、なんか鏡を見てふっと不安になるみたいなのと一緒なのよね。なんとなく自分の顔が映って不安になってきちゃったみたいな、そういうシーンだと思うので、なんでこの句が挿入されてるのかっていう意味をね、ちょっと、いや別にこれなくても、まあ成立する曲だと思うんだよ、これシーン、このシーンがなくても成立すると思うんだけど、これがないと多分船歌じゃないのよね。うん、でまた現実世界に戻ってくるとこあるんだけど、うん、ここからはね、本人の自問自答のなんていうのかな、世界になってくんだよな。うん、それがわからないぐらいの感じで弾いた方がいい、響きの感じだから、幾重にも重なった音のようにこう、なんかね、こうリフレインするというか、そのなんていうのかね、思いがこう重なってってる感じなんだよね。でも最初は聞こえるか聞こえないかぐらいでスタートしてほしい。
闇が深くなってくるよね。うん、だからそういう感じで弾いてほしいね。だからその前半に比べると音が重いというか暗いんですよ、トーンが。あのメジャーキー使ってても暗いですね、基本的に。あんまり、なんていうのかな、何か引きずりながら、重いものをなんか背負いながら進んでいく感じなんだよね。もちろん船で進んでるからどんぶらこうなんですけど、そのちょっとね、暗い影を落としてる感じで、時たま出てくるこのオクターブ下の音は結構出た方がいい。ただその合間のこういうのは少し隠すっていうか、あの周りに溶けるようなイメージで弾いた方がいい。で、たまに出てくるこの下の音は出すっていう感じかな。で、ここなんかもあのフォルテなんだけど、フォルテでクレッシェンドも書いたんだけど、そのクレッシェンド先のの入りはそんなに大きくない方が綺麗だよ。表情を細かくつけてるっていうのは、だからさらっといかないでほしいんだよね。かけて抜くっていう風に、一旦ここで切りましょうか。